タンドアップ、バンガード、サプライズエッグ、ブリッツメカニック、バートン、ピノにライトしてターンエンドです。俺のターン、ストラーサにライト、スキルで1枚ドロー、コール、ストラーサでアタック、シタルトでアタック、ガードです。ターンエンド、レイユにライト、スキルで山札からトリクスタをコール。太蔵さんのデッキなら今前列にコールしても削られる。まだ我慢だ。レイユでアタック、ノーガード、ドライブチェック、ドロートリガー、ダメージチェック、ターンエンドです。いい気迫だな。今までより勝利への貪欲さを感じる。でもそれはこっちの領域だ。ユーバにライド、スキルで山札から灼熱画法アブハサールをセット、ユーバのスキルアブハサールを稼働、1枚ドローし1枚捨てる、ガッシガシ育成、コール、一気に展開仕掛けてきた。ユーバでアタック、ノーガード、ドライブチェック、フロントトリガー、前列のパワープラス1万。プロとして生きるってことはプロであり続けるということ。ガード、勝つか負けるかは俺たちにとって死活問題なんだ。フロントファイターの勝利への覚悟、舐めてもらっちゃ困るぜ。ダメージチェック、ターンエンド、覚悟、僕のは覚悟とはちょっと違うかもしれません、たとえ負けたとしても面白いファイトがある。昔そう言われました。最初は分からなかったんです、そんなの結局は勝つ側のへりくつだって。今は違うんだな。僕はそれをうまく言葉で伝えられません。だから言葉じゃなくファイトで。そういう青臭さ嫌いじゃない。いいぜ、ガッシガシ来いよ。はい、天輪放流ニルバーナ・ジーバにライド、スキルで山札の上7枚からブラマードを手札に加える、ブラマードをコール、的へ取り組んだ、ブラムベルリーナの装いにクロスオーバードレス。早速来やがったな。ブラマードのスキル、ドレス元になった時2枚ドローし1枚捨てる、コール、武装戦機ブラムベルリーナでヴァンガードにアタック、クロスオーバードレス状態の時パワープラス1万、インターセプト、ニルバーナジーバでアタック、スキル発動、ブラムベルリーナをスタンド、ノーガード、ファーストチェック、セカンドチェック、フロントトリガー、前列のパワープラス1万。持ってるね。もう一度ブラムベルリーナでアタック、ノーガード、ブラムベルリーナのスキル、アタックがヒットした時相手の縦1列のリアガードを全て退却、ガロンダイトでアタック、ガード、ターンエンド。悪くない流れだ。でもなんだろうこの感じ、なんかざわざわする。もしかしてやっぱ面白いね。ヴァンガードってのはさ、あらゆる局面で積み上げた決断が勝敗を分ける。まるで天を目指して塔を建造していくみたいによ。地道に築き上げた一個一個の選択が勝利を生み出す。いつ計算が狂っちまって崩れ落ちるかわからねえ。それでも一つ一つだから俺はヴァンガードが好きなんだ。俺のターン、ドロー。我が決断に迷いはない。ブリッツ CEO ベルストラにライド。CEO 権限発動、アブハサールをドロップに置き山札から銃撃砲塞フライシュッツをセット。シタルトのスキル発動、フライシュッツをドロップに置き手札から殲滅機動要塞フライシュッツマキシモをセット。やっぱり来た、1ターン早く。ヘイリオをコール、そのスキルでフライシュッツマキシモを稼働、相手のリアガードを退却。間違いない、太蔵さんは
さらにベルストラはパワープラス5000。ゴール。このターンで決める気だ。ヘイリオでアタック。ガード、ぶち上げてくぜ。勝利への設計図はもうできている。ベルストラでヴァンガードにアタック。スキルでフライシュッツマキシムを再稼働。相手のリアガードを退却。相手のヴァンガードのパワーマイナス5000。さらにフライシュッツマキシムをリアガードとしてコール。出撃だ。相棒がいなくなって寂しくなっちまったな。どうする、全部は防ぎきれない。ノーガード。その判断潔いね。さてボスは体張りますか。ファーストチェック、セカンドチェック、ドロートリガー1枚ドローし、ヘイリオのパワープラス1万。えまだまだ景気よく派手に散れ。フライシュッツマキシムでアタック。ノーガード、一斉走者。ヘイリオでアタック。ガード。ターン終了時、フライシュッツマキシムはオーダーゾーンに帰還。耐え切りやがったじゃんよ。僕のターン、どれだけ対策を練っても想定通りにはいかない。現実はいつも予想を超えてくる。でも僕は勝つって決めたんだ。あの炎はいい顔するじゃん。でもここから俺の要塞をどう攻め落とす。決まってます、相棒と一緒に。僕のターン、ドロー。ニルヴァーナ・ジーヴァのスキル発動。手札を1枚捨ててドロップからトリクスタとプラマーダをコール。もう一度新たにまとえトリクスタ。プラムデルリーナの装いにクロスオーバーダウン。ブラマーダのスキルで2枚ドローし1枚捨てる。ガロンダイトをコール。ブラムベルリーナは相手のヴァンガードがグレード3以上の時、さらにパワーを1万上げ3万3000まで上昇します。カリューのホムラは魔球と慣れて、赤き一撃は闇を貫き敵を撃つ。ブラムベルリーナでヴァンガードにアタック。ノーガード、ブラムベルリーナのスキル、相手のリアガードを退却。やってくれる。ビルスキルのブースト、ニルヴァーナ・ジーヴァでアタック。スキルでブラムベルリーナをスタート。ガード、ファーストチェック、セカンドチェック、ドロートリガー1枚ドロー。ニルヴァーナ・ジーヴァのパワープラス1万。ガード貫かれる。もう一度ブラム・デネリールでアタック。ノーガード。手を伸ばせばいつだって掴めそうなのに遠い。